ついにヘムロック最強時代が来たかもしれません。どうも皆さん、はじめまして、先端恐怖症と申します。いよいよシーズン6が来ました。大きな変更点としては、ランパートの追加。それから、R99 が物資武器になり、ディボーションが、通常武器となった。それから、ボルト、SMG が追加されたというところですかね。R99 が、物資武器になったことによって、武器の幅が相対的に大きく広がるんじゃないかなっていうふうに思います。今までは割と R99 とマスティフを使う人っていうのがかなり多かったんですが、R99 が物資武器になったことによって、ディボーション、それからボルト SMG、それからタボチャ付きハボック、それから、まあ、スナイパーもです、そうですし、ウィングマン、プラウラー、ヘムロック、それからスピットファイアも強くなりましたね。フラットラインとかね。もともと R301 が好きな人とか、G7 とか、この辺がね、メイン武器になるっていう人も増えてくるんじゃないかなと思いますね。まあ、やっぱり基本としては、マスティフに関しては調整が入ってませんので、マスティフプラス、他の武器っていう形が多くなるのかなと思いますね。はい。で、R99 は、物資武器になり、赤色になりましたね、物資武器が。今まで金色だったんですけど、物資武器が赤色になりましたね。で、それからディボーションが、通常武器になったことによってですね、このエネルギー拡張マガジン、それからターボチャージャーっていうのが追加されました。それからチョークが削除されて、トリプルテイク、トピースキーパーにデフォルトで装着されている状態となりました。で、ボルト SMG、ボルトに関してなんですけど、これかなり強いですね。連射速度が速いですし、一発へのダメージが16なんですよね。16でこのキルスピードはかなり速いので、R99 にとって変わるような存在になるのかなと思いますね。それから、ディボーション、それからターボチャージャーの追加によって、割とエネルギーアモが主流になってくるんじゃないかなって思います。今までのエネルギーアモの武器はですね、敵が持ってないことが多かったので、途中で武器を変更しなければならないっていう場面が結構多かったんですが、ボルトの追加、それからディボーション帰ってきたことによって、エネルギーアモを持つ人っていうのがかなり増えてくるから、まあ、かなり扱いやすい武器になってくるのかなって思いますね。まあ、逆に、ライト武器ですね。ライト武器が、使えるのがですね、まあ、R99 がメインだったと思うんですけど、まあ、実戦に使えるのが、301と、G7。それからハマーポイント付きの P2120 になると思うんですけど、まあ、だいぶ相対的に、ライトアームを使う人はかなり、減ってくるので、まあ、最初で使うとか、あとは、まあ、どうしても使いたいっていう人が使ってくる、来て、後半変えなきゃいけない武器になってくるかもしれないですね。で、それからなんといっても、メインが、このヘムロックですね。ヘムロックがですね、バーストの、垂直反動が減少しました。これ、結構使い慣れてる人だったらわかると思うんですけど、かなり当てやすくなりましたね。一番遠い的でも、何もしなくても、ほぼ全弾当たるといった形になるので、かなり強くなりましたね。2、3発目の反動パターンが少なくなって、最初の1発目の反動が減少と。とにかく、まあ、反動が減少したっていうのと、あと連射速度がですね、かなり速くなったので、キル速度がめちゃくちゃ速くなりましたね。ヘムロックはね、今まで使ってた人はちょっと邪道な感じがあったと思うんですけど、ヘムロックメインで使う、今回の試合メインで使えばって言っても、味方に受け入れられやすくなるんじゃないかなっていう風に思いますね。スナイパーに関しては、かなり使ってる人が絞られてる。まあ、チャージライフルがメインだったと思うんですけど、使ってる人がかなり少ない武器だったんですけど、落ちてる弾薬の数が12になり、それからですね、スタックが24になりました。これ今まで16だったんですけど、まあ、かなり撃てるようになりましたね。まあ、ただ、チャージライフルは、8発入る代わりに、1発で、2発使うようになりましたね。まあ、過去4発だったかな。4発で1発っていう時があったと思うんですけど、その時の中間ですね。1発で2発消費するという形になりましたね。これ結構いい調整なんじゃないかなって思いますね。それから、最初にちょっと紹介したんですけど、チョーク付き
ですね。デフォルトでチョーク付きになりました。ので、こういうチャージができると。で、これ切り替えできますね。チョーク無効もできるようになると。いうところ。で、それから、マガジンサイズが、初期状態で6発、まあ、1発ずつ増えましたね。1発ずつ増えましたので、まあ、トリプルテイク使ってる方もかなり嬉しい調整なんじゃないかなっていうふうに思います。次にスピットファイアですね。反動のコントロール性能の向上ということで、かなり、反動が当てやすくなりましたね。スピットファイアメインで使うっていう人もこれから増えてくるんじゃないかなと思いますね。かなり当てやすくなりました。はい、ハボックに関してはリコイルパターンが変わったようですね。後半が変わってるかな。これはターボチャージャーが、付けられるようになったから、こういう調整になったっていう形でしょうね。はい。はい。それから、モザンビークが4発になりましたね。この三角形で3発撃てるっていうのが、モザンビークって感じだったんですけど、4発撃てるようになりましたね。モザンビークはハンマーポイントをつけると、かなり強い武器だったので、まあ、結構序盤とか、まあ割と、そうですね、ハンマーポイント4発だったらメインで使うっていう人も出てくるかもしれないですね。次に P2020 なんですけど、マガジンサイズが、もともと10発だったと思うんですけど、これが12発。基本的に2発、いや違いますね。まあ、2発か1発ぐらい増えるようになって、最大数は18のまま変わらずって形ですね。まあ、マガジンが付いてなくても扱いやすくなったよっていう感じでしょうか。通常のダメージが今まで13ダメージだったのが、15ダメージになりました。でそれに合わせて、ハマポイントのダメージ上数が 2.7 から 2.35 に変更って形です。これ変わらずかな。基本ダメージが、増えたから上数が減ったという形でしょうか。次にセンチネルですね。センチネルは今シールドセルを2つ巻くことによって強化できる。右下に2つ必要って書いてあるんですけど、これが、金アーマーの場合、1つでチャージできるようになるという形ですね。こちらに変更されました。次にプラウラーなんですけど、バーストのリコイルがしやすくなったですね。垂直反動がわずかに減少。バーストでかなり当てやすくなったんじゃないかなと思います。当てやすいですね。結構体感でわかるぐらい当てやすくなりましたね。この距離でもかなり当てやすくなったところですね。で、オートになった時に、水平の反動が増加と。あー、結構当てづらくなってますね。フラウラー僕一番好きな武器なんですけど、まあ、当てやすさっていうのがかなり安定性っていうのがあったと思うんですけど、ちょっと当てづらくなってますね。ランパート、今回追加されたランパートなんですけど、パスバ改造ローダー。LMG やミニガン使用時に相談数が増加し高速リロードが可能ということで、そうですね、弾数が増えてて、で、リロードですね。あ、これかなり早いですね。スピットファイヤーが分かりやすいですね。かなり早くなりましたね。LMG の、まあ一つの欠点としては、リロードが長いっていうところにあるんですけど、これはかなり早いので、LMG の欠点っていうのが結構補えるんじゃないかなっていうふうに思いますね。積極的に LMG 使ってもいいかもしれませんね。で、次に増幅バリケード。遮蔽物を接すると、全体を覆う増幅バリケードが、出現すると。外側からの、銃弾をブロックし、バリケード内から攻撃を強化すると。ということで、このですね、バリケードを設置することによって、これ結構時間かかるんですけど、設置するのに。これで、2割増しですね。ない状態だと、18なんですけど、22になりますね。はい、20% 増、1.2 倍の力で撃つことができますね。で、これ、バリケードは味方の攻撃が必ずしもそうなるわけではなくて、これ向きで変わりますね。こっち側から撃つと通らない。こっちから側から撃つと通るという形なので、敵も使えるようになりますね。
なので、置き方っていうのを、結構考えなきゃいけないかなっていうふうに思います。で、この壁は最大で5個まで置くことができるので、例えば、家の中にこもりたいときに、ドアの前とかに置くと、まあ、単純にこっちから入る妨げになりますし、あと、ガスとかとも相性いいかな。ガスとか、ガスとか、ワトソンの、この、下の方を攻撃しないと破壊できないっていう罠に対してかなり強いかなと思いますね。破壊したかったらこれ乗り越えて、で、こう撃たなきゃいけないですからね。これかなり強いかなっていうふうに思いますね。この壁はですね、耐久値は上が200ですね。あ、エラー発火。これがですね、壁を壊そうとすると、クラッシュするっていうのがありまして、パソコン版のみっぽいんですけど、まあ、これちょっと早く、治ることを願ってますね。上が200、下が400っぽいですね。ちょっと打ってみましょうか。クラッシュしそうですけど。あ、400ですね。はい、次に、ウルトの、ミニガンですね。こちらのミニガンは、通常状態、このような感じで、173発撃ってますね。2500ダメぐらい入るんだったかな、確か。このぐらい入ります。これだけで2000ハマー取れますね。で、リロードがかなり長いと。まあ、若干ランパートなんで早いんですけど、ですね、結構時間かかるんですけど。で、それから、可動域は、まあ、だいたい120度ぐらいですかね。後ろは振り向くことはできません。これ以上右は向けません。で、それから、最初に撃つときにこういうチャージ時間があるんですけど、これは、右クリック、パソコンマウスだったら右クリック長押し、まあ、コントローラーだったら、L2 ですかね。覗くボタンを長押しすることによって、すぐ撃ち始めることができます。ですね。覗くを押した状態で、倍率変更を押すことによって、まあ、こういう、角度もわかりますね。角度、それから、距離っていうのがわかりますね。これを、手加することができる。まあ、より当てやすくなるといった形ですね。で、こちらは、コントローラーだと、エイムアシストがつかないそうなので、そこを注意してください。はい。そして、アーマーがかなり、変更しました。紫アーマーが3つ分ですね。75ポイントになりました。金アーマーも75ポイントになって、赤アーマーが、100ポイントっていう風になりました。進化アーマーなんですけど、基本的には、これがレベル1なんですけど、レベル0をつけた状態でリスポーンするそうです。ですので、最初はまあ裸で戦いはするんですけど、アーマーを、まあ、着なくても、最初に、50ダメージ与えることによって、レベル1に進化する。そうですね。最初から戦っちゃっても全然いいんじゃないかなって思います。といったところでしょうか。レジェンドごとの、アップデート。レジェンドごとのアップデートっていうのも、今回追加されてるんですけど、この動画ではちょっと省略しようと思います。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。よければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様でした。バイバイ。